皆さんこんばんは、井口ゆかです。この井口ゆかのトーキングスムスムは、私の住む家にいろいろな方を招いてお話、つまりトーキングしていくラジオ番組です。さて、先週の日曜日、東京での井口ゆかフィフスアニバーサリーライブがありまして、来てくださった皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。来週の月曜日祝日、16日祝日はですね、大阪でライブをやりますので、来れる方はぜひぜひよろしくお願いします。16日祝日といえども月曜日ですので、私的にはですね、ライブをやりの、新幹線乗りの、ムーンという生放送やりの、居酒屋新幹線できない、ちょっと引っ掛けるぐらいはありかな。そうそう、もうね、牛乳で乾杯したいと思います、健全にね。いやー、お酒が飲めない、悲しい。まあもう30に、この放送の時点で私も年齢、人間30歳になってますので、どうする、本当に来ちゃったな、ついにここまで。30までの目標の一つ、健康保険に入る。慌てて2つ入りました。2つ入りました、ギリギリセーフ。積立貯金は、若者のみんな、積立貯金は早いうちに入った方がいいやつだから。20代で入るのと30代で入るのとで大きく金利が変わってくるんだって。利息っていうの、なんかよくわかんないけどね。だからギリギリ29歳と、もうカウントダウンが入っているところで、30までのカウントダウンが入っているところで入ってきました。今日のゲストさんにも保険の話してみようと。さあ、本日はですね、 CD をリリースされたばかりの素敵なゲスト様登場してくれますよ。保険は入ってるのかな。それじゃあ始めていきましょう、井口ゆかのトーキングスムスム。みんなうちにスムスム、井口ゆかのトーキングスムスム。この番組はクールなグラビアからディープなインタビューまで、オタクカルチャー専門ウェブマガジン、ニジスタの提供でお送りします。ニジスタインフォメーション。このコーナーではオタクカルチャー専門ウェブマガジン、ニジスタに関する情報をお伝えしていきます。フジテレビネクストで放送中のキラミューンカンパニー、今回は出張帰りの柿原海外事業部長が登場です。流行りのサッカーにちなんだ話題や、声優にまつわる面白秘話などなど、浪川吉野ペアと繰り広げる協力エチュードは必見ですよ。そして男性声優4人組による配信番組 K4 カンパニー、7月14日から渋谷マルイにて社内販売出張版が開催中。4人でのデビューシングルとなる K4 はもちろん、リリースイベントに合わせたグッズも多数販売予定です。7月22日にはリリースイベントも実施します。ぜひ遊びに来てくださいね。ニジスタでは他にもアニメや声優にまつわるインタビューやレポートを更新中。もちろんこの井口ゆかのトーキングスムスムの放送レポートも掲載中。番組内でのトークはもちろん、ゲストさんからのコメントも載っていますので、石原かおりちゃんのファンも必見です。ぜひニジスタにアクセスしてみてください。以上、今週のニジスタインフォメーションでした。 DJ 井口ゆかトーキングスムスム、ストップレコード、 GOQR。 さあ、そろそろお客様が来てくれました。はい、どうぞ。お邪魔します、石原かおりです。わーい、かおりちゃん、来た。来てくれたね、はい、ついに。嬉しいです。あの、トーキングスムスムに来てくれるの初めてなんだよね。そうなんですよ。意外や意外。別のね、もう一個のね、はい、あのね、生放送のね、生は、はい、何度かムーンだったりとか、コムチャだったりとか、そうなんですよ、の方には来てくれていましたけれども、スムスムは初めて。はい、いや嬉しい。二人きりでラジオするのもだから、あんまり、そうです、ないよね。初めて、それこそ初めてかもしれないです。そっか、そうなんですよ。はぁ、なんか意外なんですけど、ね、でもすごい嬉しい。私もです、こうやってお話できて。いつも可愛いね。早速くどきない。やったかおりちゃん、待って、今いくつになったの。今24なんですけど、まもなく来月で25歳になります。うわー、25歳になるの。そうなんです、かおりちゃんが。信じられないですよね。今どんな気分。
今はもうなんか、うん、なんか変な感じです。25ってなんかだって大人じゃない？そうなんですよ。ちょっとね、自分が想像してた25ってかなり大人だったんですよ、うんうん、もうなんかあ家買ったりとか、家買ったり相当大人マンションをね何個か転がしたりとかしてね、そう土地をね、土地を、嘘でしょ、 そ, ういうそんな25いる、うん、だったんですけど、うん、全然追いつかないなと思って、本当もうなんか自分がまだ19みたいな気分でいるのが分かる、ちょっとなんかいいのか悪いのかみたいな、分かる。でも私も香里ちゃんはなんか19ぐらいで止まってる、やっぱそうですよ ね、うん、ね、そうなんじゃないかな、もしかしてやっぱ19なんじゃないか説、おおやっと若いけど、でも、ね、シワとか増えてきたね。ないよ、どこにもないよ、シミも増えてきたね。ないよ、トゥルトゥルだよ、剥きたて卵だよ。いやいやファンデーションでピピピってやって、いや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 、そんな大人な香里ちゃん保険入ってる？さっきから気になってた、保険入ってないんですよ。保険入ってない？はい、入った方がいいよ。いいんですか、うん、その20代と30代どんだけ変わってくんですかね。あのね、どのぐらい積み立てるかにもよってくるけど、あの早いうちにやった方が、はい、あの無理なく、あ無理なく、そうそうそう、ほら大きいお金をどんどん入れなくていいってことですか。そう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 、だしなんていうの、ほら大人になるとさ、うんうん、この仕事ってさいつまで働けるかなんてわからないじゃない。本当その通りですよね。だからさ、なんかこの金額ずっと10年間払い続けるのかいっていうのが、かおりちゃんだったらまだ10年経ったって35歳、あいやいやいや、そういうこと考えちゃう年に私はなってきちゃったんだけど、かおりちゃんまだそういう年じゃないんだけど、でも私はかおりちゃんぐらいの年齢からやっておけばよかったなってすごい、もう奥歯をグーって噛み締めたから、ちょっとずつね積み立てるの。かおりちゃんとこんな健康の話とか保険の話とか、まあ、巻き込む形ではあるけど、いやいやする日が来るなんて思いもしなかった。でもそんなちょっとずつ大人の階段を登っているかおりちゃんが、はい、7月11日にセカンドシングルが発売になった、はい、おめでとう。ありがとうございます。ファーストシングルついこの間じゃなかった？そうなんで、3月の末だったんで、ね、ちょ 3ヶ月あるかないかぐらいで、すごいセカンドシングルを出させて、駆け抜けていくね。はい、そうなんです、ありがたいです。おめでとうございます。ありがとうございます。セカンドシングルのタイトルは？はい、タイトルはレイルールです。レイルール、はい、レイルールってどういう意味なの？レイがその一筋の光とかで、うん、自分だけの道とかを表してて、うんうん、ルールはよくある規定とか規則とかの意味なんで、うんうん、それ合わせると自分だけの道を突き進むための心のルールみたいな意味を表してます。かっこいい。ありがとうございます。かおりちゃんの中でなんかルールってあったりするの？私の中でのルールはないかな。なんだろうな、夜歯磨いた後は何も食べないっていう、ね、すいませんこんなのしかなくて。お母ちゃんに教わったもんな、そうやってな。厳しく言われたんで守り続けてます。可愛いルールでした。恥ずかしい。いや、このねジャケ写とかね、はい、MV とかを見るとね、やっぱね大人になったんだね。あ嬉しいです。あ、ね、一応表現できてますかね、25の年を。できてる。うわ、何このジャケ写、シャンプーの CM みたいじゃん。そうですね、髪がファサーってなって爽やか。 ありがとうございます。ファーストシングルもすごい爽やかで好きだったけど、セカンドはまた夏らしい一枚だね。はい、今回木の木陰を影で表して、うん、木陰を影で木陰を影詳しく言い、なんだ影をこう表してもらって、うんうん、うん、夏顔を演出してみました。爽やかだよ。このレイルールすごい聞くと、うん、テンポが速くて、あそうなんです、一体いつ呼吸してるんだろうって思うぐらいの息継ぎできるのかなっていうぐらい早い曲だったけど、レコーディングはどうだったんですか？そうですね、やっぱ言葉数も多くて、ね、すごい滑っていっちゃうのが難しくって、あちゃんと言葉大事に歌いたいもんね。そうなんですよ、うんうん、なんで、まあ、でもこの曲自分でこの歌歌いたいですってで、うん、選ばせてもらっちゃってたことがあったので、そっかそっか、レコーディングで歌えなかったらやばいなってプレッシャーもあったんで、家ですごい練習してって、えらい真面目だね、いつも。いやいや、そっか、じゃあ今回もコンペみたいな感じ で、 そうなんですよ、いろんな楽曲を聴いて、はい、歌いたいものを、歌いたいものを、今回に合うものをみたいなので選ばせてもらったんで、うんうん、でもやっぱりこう、うん、一箇所だけすごい難しくって、
なんだっけな、手をサビなんですけど、うんうん、手を握り返してくれたらのリズムがちょっと複雑で、いやー結構それがやっぱ苦戦したので、うん、この撮ってくれるディレクターの方とアカペラでずっと練習して、うん、レコーディング時に、うんうん、せーので歌うみたいなので結構それぐらい、はい、今までにない形でレコーディングさせてもらいました、でもだからかな、すごい振りも合わさってすごい印象的なね、はい、パートになってるよね。あ、そうなんです、とっても素敵、ありがとうございます。へえ、レコーディングの時とか、はい、なんか絶対に大変だと思うんだけど、はい、それこそマイルールじゃないけど、はい、なんかこれだけは絶対に持っていくとか、あ、あります。なんか喉にいいお茶みたいのがあるんですよ。名前が合ってるかが分かんないで、ね、言わないとくんですけど、うんうんうん、そのお茶をなんとか茶みたいなのが、なんとか茶みたいなのがあって、ハーブティーなんですけど、うんうん、それを絶対レコーディングの時には持って行ってます。へー、実際に多分喉にもそう聞いてはいるんですけど、うんうん、こうなんか心の拠り所じゃないですけど、大事だよね、これがあれば乗り越えられるみたいな。あったかいやつ、あったかいやつです。そうなんだ、はい、いいね。じゃあそのお茶を飲みながら、はい、ちょっとこう歌ってリフレッシュしながら、はい、へえ、また MV がねかっこいいんだよよう踊るな頑張りました。いやファーストの時もすごい踊っていて、はい、あっちはどっちかっていうと可愛い、あ、そうですね、曲調で可愛いダンスだったけど、うん、今回のレイルールはもうかっこいい、香里ちゃんが、はい、存分に見られる。ありがとうございます。踊ってたね。はい、そうなんですよ。 MV 撮影はどうでしたか？ MV 撮影はやっぱり今回は MV で中でこうダンスだけを見せるみたいな MV に作ったんで、ね、オールダンスだよね。そうなんです。だからもう休む間もなくずっと踊るみたいなのが初めてだったんで、鬼だな、なかなかでもう暑い時期だったんですよ、うん、結構。あ、そっか。で通気性も一個の衣装が結構悪くて。そうなんだ。あ、そうなんです。汗をかきながら、もう汗かいてたの？かいてたんですよ。でなんか全然感じられない。本当ですか？うん、あ、でもあり、顔があんまかきづらくて。女優やな。でも頭皮が異常にかいちゃうんですよ。もわーってしてで垂れてきちゃうんで顔に結局かかっちゃうんで、うん、垂れないように頑張ってましたね。みんなでメイクさんとかと格闘して頭皮を抑えるみたいな。いやなんかもう全然汗を感じさせないし。爽やかだし、白い衣装と黒い衣装だったじゃない、はい、なんかもう白い衣装なんて本当この季節に発売したらさ、もう制汗スプレーの CM みたいな。確かに。そう、私は汗かかない24時間みたいな感じ。すごいめっちゃ爽やかだったよ。あ、嬉しいな、やった、うん、確かに白い方はこの季節にぴったしかもしれないですね。だしブラックの黒の衣装もすごいかっこいい、うん、見せるね。いやこの MV はすごい。でも一発 OK でね、はい、できてるところもいっぱいあったりとか、そうなんですよ。メイキングも盛りだくさんだったので、うん、じっくり見ましたが、すごい手の動きが、あ、はい、手が激しい曲だね。そうなんですよ。手の動きがものすごく細かく作られてて、うん、今までのはあんまり全体で動くみたいな感じだったんで、うん、手だけを重視してやることがなかったんですよ、うん、なんでやっぱすごい練習が大変で、うん、でダンサーの方もいたんで、うん、その方々と一緒に形を揃えていくのが難しかったです。そうだよね、一人じゃないもんね、はい、本当にテキパキと。だってあれを歌いながらでしょ。そうなんです。すごいな。いや、まだ歌って踊るってことを一緒にはやってないんで、うんうんうん、これから頑張んなきゃと思って。すごいね。だってリリーベだって。そうなんですよ。あるのでしょ。あるんですよ、リリーベとか。リリーベでは歌うの？リリーバーリリーバー顔焼けちゃったシュッてまとまってね、うん、リリーバーお渡し会をするんで歌わないんですけど、バースデーイベントをやらせていただくんですよ。そうなんだよね、はい、そっちでは歌います。きゃー、はい、そっか、この8月18日、はい、バースデーイベント、キャリーアップキャリー、キャリーアップキャリー、はい、あー、そうなんですよ。こっちではイベントと、うん、トークコーナーと歌があったので、うん、へー、そうなんですよ。すごい。これ CD をね購入しますとチケット再ん優先販売申込券が封入されているということで、はい、そうなんですよ。すごい、チケット安いね、3800円。はい、なんて良心的。わあ、もう始まってるね。あ、そうなんです。
生もスタートしてるんで、大変、みんな早く応募しなくっちゃ。その手に入れた方はぜひね、シリアル番号を入れてもらって、あ、私がもらったやつ関係者のやつだからシリアルナンバー入ってない、応募できない、チキシュー。ちゃんと買わなきゃダメですね。なんか、うん、裏でなんかダメ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 。へー、しかも昼夜2回公演なんだね。はい、そうなんです。わお、盛りだくさんだね。はい、楽しみです。今から楽しみ。しかもバースデーイベントには、はい、MC に鷲崎たけしさんが。そうなんですよ。あら、来てくださって心強いです。そうだね、はい、そしたらもう おしゃべりの方はね、はい、ついていこうと。お任せしてね、はい、歌の方だけ集中すればいいよね。そうなんですよ、まさに。デビュー後初となるミニライブなんだ。あ、そうなんです、はい。そっか、自分名義のはまだやったことがなくて。そっか、そうなんですよ。だからもうドキドキです。今まで出してきた曲とかもあるのかなみたいな感じなんで。うわそうなんですよ。ファーストシングルもまだ、まだ歌っては、ちょこちょこいろんな合同イベントで出させてもらって歌ってはいるんですけれども、うんうんうん、自身のっていうところでは、うん、そうなんで初めてなんで。うわー、これはじゃあ絶対に見に行かなきゃだね、みんなね。ぜひ来てください。盛りだくさんのイベントになりそうな感じだ、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてくださいませ。お願いします。そしてそのシングルといえばですね、そのレイルールもそうなんですけど、うん、カップリングも素敵、はい、半透明の世界で、はい、こちらはレコーディングいかがでしたか。あ、こっちはこっちも結構ロック、あ、バンド調の曲、うんうん、サウンドなんですけど、うん、あんまりここまでバンドサウンドっていうのを歌ってきたことがあんまりなくって。そっか、そうなんですよ。だからもう歌う前から歌えるのかなってちょっとドキドキしてたんですけど、やっぱこう楽曲がすごいこう、うん、すごい引っ張ってくれるような曲だったんで、うんうん、レコーディング時代はレコーディング時代とこっちゃないからね。本当やだ、良くなっちゃうんですよ。怖いそういうところがね、いい好きなところ。難しい、ダメダメ。もうそうですね、レコーディング自体はだから結構楽しく曲に引っ張られながら、夏を感じながら歌えたんで楽しくできましたね。この曲もあれだったりするの、はい、そのコンペとかで選んで。そうなんですよ。そっか、こっちの曲もそのレイルールと同じタイミングでお願いしていて、うんうんうん、同じテーマだったんですけど。そっかそっか、そうなんです。本当はどっちもすごいいい曲で、うん、どっちを表題に持ってくるかみたいに悩んだ2曲だったんですよ。そうなんだ、はい、じゃあもう両 A 面じゃないけれど、そうなんですよ、どっちも、ね、大事な曲で。そうなんだ、うん、そうなんですよ。ぜひぜひ皆さんまるっとね、うん、MV もね見ていただいて、まるっと知り、うん、こう楽しんでいただければなと思うわけですけれども、メールもいついきますか。こちら、はい、お名前が稲穂と猫さんからいただきました。ありがとうございます。ゆかち、そしてお客様のキャリさん、お邪魔します。はい、どうぞ。ゆかちはキャリさんのデビュー以来のお友達でもある瀬戸あさみさんにプライベートで甘えっぱなしですが、キャリさんはどちらかといえばゆかちに甘えたいですか、それとも甘えられたいですか。またキャリさん自身、そうしてリラックスして話せる先輩や後輩の声優さんはいらっしゃいますか、ということでいただきました。おー、キャリさんのデビュー以来っていうのはアーティストデビュー以来ってことかな、ですかね。うんうん、瀬戸ちゃんと仲いいんだよね。そうなんです。そうだそうだ、そうなんで、あ、そういうことか。アニメの多分ヒロイン初めてやった時に一緒だったんです、あさみが。そうなんだ。そうなんで、三人娘で一緒で、そっからずっと仲良くさせてもらって。確かに瀬戸ちゃんと遊んでてもね、うん、かおりちゃんの名前ちょこちょこ出てくる。そうですか、よく出てくる。あ、いえ、嬉しいな、うんうん、そうなんですよ。だからかなって瀬戸ちゃんと一緒にいる時はどういう感じなの、はい、あともうあさみに甘えっぱなしです。あ、ずっと。そうなんだ。瀬戸ちゃんしっかりしてるからね。そうなんですよ。私も瀬戸ちゃんにずっと甘えっぱなし。なんかいいですよね。そういう感じだよね。そうですね。じゃあかおりちゃんは私に甘えたいですか、はい、それとも甘えられたいですか。私は甘えたいです、うん、甘えたいです。できるかな。甘えておいで、一緒にこう一緒にこうちょっともたれ倒れていく感じになるかもしれないけれど、友倒れ友倒れしましょう。またね、はい、ね、うんうん、リラックスして話せる先輩や後輩の声優さんはっていう質問がありましたけど、私高橋美香子さんが共通ではないかと思っていて。確かにそうです ね、うん、美香子さん
美香子さんのお家に遊びに行ったりとか、はい、させていただいて、あとなんかのタイミングでさ、コスプレしてなかった一緒に。そうです、そうです、マリオとマリオとルイジーの、そうそうそう、公録で一緒に、そっかそっか、そうラジオの公録でか、はい、その写真も見せてもらって、あ、そう、異様に似合っていて、あ、そうスタイルのいいもう、うん、なるほど、美香子さんがちょうどあのうちにルイジーとマリオのコスプレがあるから着ようって、美香子さんち何でもあるんだよね、すごいですね、フナッシーもあるし、フナッシーもあるんですか、そうそうそう、なんか謎の手作り感のあふれたフナッシーがあったりとか、自分で作ったのかな、全身タイツとか、全身タイツもある、うん、あとズラもあった、美香子さん何でも揃ってる、何でも揃ってる、あ、すごいドンキみたいなところ、声優界のドンキホーテすごいな、素敵なあのお家の中にすぐあるんだ、ね、あんなに綺麗なお部屋の一体どこにあるのか、本当に、うん、関東高橋会って勝手に名付けてる、あの美香子さんを、高橋美香子さんをこう、はい、リーダーとした、はい、なんか楽しくご飯食べようよっていう会があって、うんうんうん、でちょいちょいその中でもかおりちゃんの名前は上がっていて嬉しい、いつ関東高橋会に、はい、あの勝手な話ですけど、はい、かおりちゃんをあのどうやって入れたらいいんだろうって話をしているので嬉しい、よければ、え、いいんですか、かおりちゃんがよければいつでも、あ、もちろん、私が言うのもあれですけど、いや、うんうん、嬉しい、そんな入れてもらえるなんて、もう本当に、はい、私特攻隊長だから、あのどんどん突き進んでいくタイプだから、今もうぜひぜひ、本当に、はい、この夏中に、夏中に関東高橋会でなんか楽しいことできたらいいね、はい、バーベキューとかもしたいね、ーバーベキューいいなちょっと今ポーズがすごい歌舞伎みたいなポーズしてたけどバーベキューしたことないんですよ、本当にだからしたくて、しよう、ちゃんとあの日陰があるところでやろう、あ、素敵、うんうんうん、ぜひやりたいです、やりたい、じゃあそれをまるっと美香子さんに投げたいと思います、よろしくお願いします、はい、ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。東京声優アカデミーインフォメーション、このコーナーでは東京声優アカデミーの在校生に週替わりで学校の紹介をしていただきます。というわけで今週の生徒さん、自己紹介をお願いいたします。はい、東京声優アカデミー声優養成科2年、新井遥香です。はい、ハキハキと綺麗なおしゃべりでとても素敵です。緊張してますね。はい、緊張してます。緊張しないで大丈夫ですよ。はい、緊張しないためにも私が新井さんのちょっと情報をここで新井さんは8月11日生まれ、山の日に生まれたんですね。はい、山の日に生まれました。獅子座の何型？血液型わからない。わからない方僕は型です。ということでそんな新井さん、じゃあぜひぜひここで学校の紹介を詳しくよろしくお願いいたします。はい、声優養成科のみの短歌専門学校、東京声優アカデミー。7月27日金曜日は夏のスペシャルオープンキャンパスを開催。当日はアテレコ、ボーカル、演技など様々な授業体験ブースや進路相談ブースをご用意。お好みのブースを選んでご参加いただけます。そしてなんと人気アニメに出演している声優さんが来校。詳細はホームページをチェック。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。本気で声優になりたいなら東京声優アカデミー、 AO 入試エントリーも受付中です。以上、声優養成科2年、新井遥香がお送りいたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。新井さんは将来どんな作品に出演する声優さんになりたいですか？はい、私は特撮の作品に出演してみたいっていう気持ちがあります。特撮がお好きなんですか？はい、小さい頃すごく好きでよく見てました、うんうん、どんな、なんかこうヒーローもいいし、逆に敵側も魅力的ですよね。はい、はい、敵側に挑戦してみたいと思ってます。素敵な目標、ぜひぜひ実現できるように頑張っていってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、新井遥香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、東京声優アカデミーインフォメーションでした。Can you guess what we'll listen to next?井口ゆかのトーキングスムスム、あっという間にエンディングのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号105-8000に、文化放送井口ゆかのトーキングスムスム、それぞれの係まで。メールの場合はsumu@joqr.net、 sumu@joqr.net
joqr.net です。ということで、かおりちゃん、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあここでお知らせをドドンと、はい、お願いします。はい、セカンドシングルレイルールが発売中です。イエーイ、ありがとうございます。発売記念イベントも行われます、うん、7月28日に大阪、名古屋、あと8月4日に東京で行います、うん、あと先ほども上がりました8月18日にバースデーイベントキャリアアップキャリーも開催されます、うん、あと超 A&G プラスにて毎週月曜日の19時から石原香里のキャリアップというラジオを放送してます、うん、よかったら見てください。はい、詳しくはまるっと石原香里ちゃんのオフィシャルサイトをチェックしていただければなと思います。あとツイッターもあるんだよね、はい、あ、そうなんです、うんうんうん、ぜひそちらもチェックしてください。ということで、あっという間にお別れの時間です。来週もかおりちゃんはゲストに来てくれます。はい、楽しみです。来週はお家の話とかいろいろ伺っていきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は井口優香と石原かおりでした。 See you。 井口優香のトーキングスムスム。この番組は東京声優アカデミーの提供でお送りしました。